皆さんおはようございます。潮風がとっても気持ちいいですよ。今日は玄海町刈谷湾にある刈谷湾遊漁センターにお邪魔します。どちらから来られましたか？福岡から。何時から釣りを楽しんでるんですか？7時から。早起きでしたね。あ、今日は釣れましたか？何が釣れましたか？タイです。釣り上げた人は？わー、すごい。これ何が釣れたんですか？これはマダイですね。大きいですね。これは小さい方ですね。小さい方ですか。はい。今日はどちらから来られましたか？福岡市の早良区からです。今日はどうですか、釣れましたか？まあまあですかね。はい。あの、釣りの楽しみって何ですか？まあ、家族で一緒に楽しめるのがいいですよね。今日釣れたお魚見せていただけますか？コロダイをうちの娘が釣りました。はい、これですね、大物。今日はですね、福岡の海松っていうところですね。どうですか、釣れましたか？そうですね、あんまり今日は釣れないけど、一匹だけ大きなのがかかりましたですね。どちらから来られましたか？福岡の美山。今日はどうですか、釣れましたか？ダメですね、一匹しか。刈谷湾遊漁センターは、玄海国定公園特別地域内の刈谷湾にあります。広い釣り堀は岸近くの玉子島を浮桟橋でつなぎ、網で仕切り、自然の潮の流れを生かしています。釣り堀に放されている魚は、自前の定置網や底引き網で獲れた天然魚が放流されています。季節によって変わりますが、魚種はマダイ、ハマチ、カンパチ、ヒラマサ、ヒラメ、チヌ、アジ、コロダイ、スズキ、イサキ、カワハギなど多種にわたります。時には10キロのヒラマサ、4キロのマダイ、3キロのヒラメなどの大型魚が入ります。マダイの1キロ未満や青物の3キロ未満も釣り放題なので、コダイやネリゴ、ヤズ、ヒラメなどはすべて持ち帰ることができるそうです。 2,3 分のところには10人以上乗れる釣りいかだが4隻あります。すべてトイレと屋根がついて、水深は浅い場所で10メートル前後、深い場所では17メートル前後あり、団子釣りでチヌを狙う釣り人が多いそうですが、小アジのサビキ釣りやマダイ狙いのカゴ釣りなど釣り方はそれぞれです。釣り餌や貸し竿も準備してあり、初心者でも気軽に釣りが楽しめます。皆さんもこの大自然の中、潮風を感じながら太鼓棒を気取ってみませんか？